スポーツガーデンカシーは、久留米市に本社のある高橋株式会社が運営する総合アミューズメント施設。1965年12月に開業し、長きにわたり地域に根ざしている。施設全体の名称は、スポーツガーデンカシーのままだが、2008年7月、1階のアミューズメントスペースを2階に移動した際、2階施設をスポガカシーとしてリニューアル。 そのため、施設には、スポーツガーデンカシー、スポガカシーの二つの看板が存在しているが、スポーツガーデンカシーは、建物の総合名称として変更されていない。なお、正式には、カシースポーツガーデンという運営会社が、総合施設、スポーツガーデンカシーを運営し、2階の直営施設をスポガカシーと名付けている。スポーツクラブボーリングバッティングゴルフ練習場を、はじめ、 24時間のアミューズメント施設、美容、歯科医院、飲食、パソコン教室と多彩な店舗が展開されている。また、施設利用者用で無料駐車場を500台を完備している。国道3号線沿いに位置している。また、西鉄 JR 千早駅からも徒歩5分の位置にある。ありがとうございます。